はい、今朝は3品、3品作ります。はい、まず、ごぼう、久しぶりに買った、うん、でごぼうで炊き込みご飯作りたいと思います。炊き込みご飯の材料は、ごぼうと鶏肉と揚げと人参とちくわ、うん、そう、きのこがあったらよかったんだけど、ちょっと今日ないので、あればきのこいいですね、うん、それが一品でしょ。それとあとね、あの夫がね、なめこが好きなので、うんうん、なめこと玉ねぎと揚げの、うん、とあと白ネギ入れて味噌汁、うんうん、それとこの間からあのリュウジさんのバズレシピでめちゃくちゃ私がハマった、チヂミ、チヂミ、はい、鶏むねのね、鶏むね肉とあとシジトを入れたらちょっとピリ辛で美味しかった、うん、それとあとナス、うん、とあとごぼうも入れたいと思います。はいはいはい、うん、とあと玉ねぎ、うん、こうこのフードプロセッサーで、うんうん、あの粗みじんにして焼いていこうと思います。はい、じゃあ3品作ります。はい、炊き込みご飯、うん、もうちょっと、だし、だしというか、これは大さじ1と醤油や、はい、これもちょっと入れて、かつおだし2にしようかな、うん、大さじ2と白だし1入れました。で、あと酒が大さじ2、小さじ1くらいかな。はい、4合、うん、まずちょっとだし入れます。だし入れた後、あと4合のね、目盛りに、はい、お水を入れていきます。ごぼうがね、食べたいよね。いや、いい香り、ね、きのこなくてもごぼうで十分やわ。それと、人参入れます。具材たっぷり、これ 5.5 合炊きだから4合いけるかな。それとあと、ちくわと揚げと鶏肉を入れます。ちくわもいい出汁出るよね。切っていたのでね、はい、これ鶏肉です。たっぷりでございますよ。やってみようか、炊き込みでいいかなじゃあやってみます。え、こんなにかかるんや。そうなん、なめこ入れます。これ好きなんやな。肉のチヂミに、うん、今玉ねぎと人参とごぼう、うん、をちょっとフードプロセッサーで全部ちょっとみじん切りにするか、ちょっと粗みじんで、これでよいしょ。みじん切りの時がたくさんある時はこれめっちゃ便利。うん、ひじとと、あとなすびも、すごいね、美味しそう。ちょっと野菜多すぎたかな鶏むね肉も、うん、入れました。じゃあこれもフードプロセッサーで、お肉が少ないと思うけど、なんとかしてまとめるようにするわ
片栗粉をちょっと入れますね。材料多いね。あと小麦粉もちょっと入れます。それとあとニンニクですね。ニンニク、うわ多すぎたなあとお酒入れますね。お酒入れて、あとお醤油ですね。お醤油入れます。あとちょっとこういう出汁もね、ちょっと入れてます。いろいろね、出たら美味しいですね。卵はユージさんのバズレシピになかったんだけど、明らかに野菜が多いからちょっと卵を入れてみます。で混ぜます。お野菜があったのになんか肉が多いかのような感じになってたのに、どうにかなったね。来た、美味しそう。じゃあお昼このお味噌汁と炊き込みにする。いいね。あとお豆腐もあるよ。いいね。できました。ちょっと味見してくれる。うまい。なんかあ、美味しいね。いいね。うん、あ、いい感じ。ちょっとこれ使ってみた。うん、美味しかった。マスヤミソや。うん、美味しかったね、これ。美味しかった。いいよ、じゃない。なんか好きな味よ。うん、これじゃああれ、初めて使う。そうそう、うん、なんかね、ちょっといろんな、なんか何の味噌がいいじゃろって今ね、うん、ちょっといろいろ、ね、これいいじゃん。そう、検討中。おー、美味しかった。美味しいね。はい。チヂミというか、なんか、あ、お父さん、これな、あの、くるくるってしてくれる？そう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 、オッケー。うん、これで食べていきます。それをさあ、どうかな。美味しいね、うん、うん、美味しい。うん、美味しい。これ、うん、美味しい。これなんか味付け、うん、あの醤油つけてもいいし、酢醤油、うん、でもいいしね。うん、美味しいね。うん、オープン。わー、いっぱい。うわっ、ほほほ、ごぼうがいいね。嬉しい。おこげ発見。うん、美味しそうですけど、混ざりにくいですよ。
あの、めんつゆとか醤油とか、あと一味、一味、一味はちょっと入れた。で、ちょっとピリ辛コニク。ピリ辛コニク。じゃあ器の紹介する？じゃあまずはこちら、でこれは、美濃焼の和藤園さん、これもね、とべ焼きなんだよ。それとべ焼きね、一回さ、とべ焼き、なんかな、あの、あ、春秋にあるとべ焼き祭りに行った時に買った、これもなんか器フェアで買った、器フェアで買ったね。これ食洗機もいけるやつ、いけちゃう、そう、味噌汁は。で、これはそれね、楽天市場で買った。楽天で買った、ね、和食の時はこれに合う。そうそう、なんか半月盆、そう、で、私も、そう、色違いで、これね、いいですね、和藤園さんのマルチボール、すっごい素敵、で、私はこっち、縮み風みたいなの作って、これは新東坊白石さんですね、で、これは四角四角、で、いつもね、食卓にあるこれね、なんだっけ、これはストームグラスボトル、アマゾン。これはライトベース、あ、そうね、電気が充電式ね、はい、で、これは木箱の松原のハーフティッシュ、これはあったの、これね、ケースがね、ね、購入してね、すごい便利ね。あ、これね、岡山のマルシェレタントっていうところの植木鉢です。これも器フェアで買いました。で、これはちなみに庭に生えていたトネリコ、な、形がいい。こんな感じの食卓です。